4月21日、国会で入管法の再審議で参考人の先生をお呼びし、意見を伺いました。一橋の橋本直子先生に伺いました。アフガニスタンの現地協力者の退避政策についての資料を入れていただいておりますが、ご説明いただければと思いますけど。橋本直子さん。可及的速やかに改善する必要があるのが、現地職員の退避受け入れと、あとは第三国定住の拡充です。まず現地職員の退避についてですけれども、資料の5、日本はですね、その長年顔の見える国際協力というのを推進、標榜して、その多額多数の ODA 事業を海外で展開して、展開してます。そのためにその多くの現地職員を世界中で雇ってきました。で、特にアフガニスタンでは過去20年日本はずっとトップドナーの一つです。で、2021年8月のタリバンの復権を受けて、日本などの外国につながる組織で働いていたアフガニスタン人はタリバンによるよって裏切り者とみなされて迫害される危険が極めて高くなりました。そこで日本以外の主要ドナー国は軒並み、直ちにですね、その現地職員とその家族を積極的に退避させて、基本的に永住前提でどの国も数万人規模ですでに受け入れています。2、3種ですね。で、2枚目にあります通り、その日本政府はですね、残念ながら元現地職員の圧倒的大多数にビザ発給を拒みまして、要するに長年日の丸の下で働いてくれた元同僚たちをある意味で見捨てている状態です。これはやはり私は極めて非人道的だと思っています。で、それだけではなくて、ある意味でその今後優秀な現地職員の方々は日本政府のために、日本組織、JICA、NGO も含めてそういったところで働かない方が安全ですよと世界に向かって宣伝してしまっているようなものです。これは私は日本の国益に比さないと強く思います。それが1点。それからもう1点、今後も日本が顔の見える国際協力を推進して、積極的平和主義を標榜し、またその G7 諸国と歩調を合わせるということを重視するのであれば、やはりこの現地職員の退避と第三国定住というのは異次元に拡充すべきだというふうに私は思います。ありがとうございます。どうなんてるんだ。安倍晋三、美しい国、日本だって。安倍晋三、お前は本当に許せないやつだ。安倍、お前という男はかっこつけだけじゃないか。あたいは許さないからね。おいらは安倍を許せない。俺の回し蹴り受けてみな。安倍、お前という男は愛国心ぶるのはやめてくれ。あたいは許さないからね。おいらは安倍を許せない。俺の回し蹴り受けてみな。